こんにちは。私が磯田康夫、69歳、大学4年生です。大学入ってから英語の勉強を始めて、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級の筆記試験に合格しました。面接試験はこの8月になります。ということで、まだ一応形式的には大学生なんですけどね。もう辞めるつもりでおります。で、今のところオンライン授業ですから、それも参加してないから事実上もう行ってないんですけどね。一応8月末まではまだ席はありますということですね。はい。で、もう大変な梅雨になって、もうあれなんですけども、今日大阪はねちょっとこう曇りなんですよね。青空も若干見えておりますね。一応まあ久しぶりに洗濯もやりましたですね。はい、ちょっとだけ空見せますか。こういう感じですね。ですからちょっとだけね、青空が少しだけ見えると。で、まあ透明度もいいですよね。透明度もいいです。しかしまあそれはこんな感じですかね。ということが今の大阪の状況ですね。で、英語の話もあるんですけどね。最近ちょっとこの前回言いました、中国の三峡ダムが危ないんじゃないかっていう話なんですけども、まあどうなるかは分かりませんが、まあ結構私は技術、もともと全然技術だとは関係のないところにいた人間なんですけど、まあ技術とかね、サイエンスにはとても興味あって、よくこう研究したりしてきました。数学も好きでしたしね。でも全然違う位置行ったので知識とはまた現実とは違うことをやってきたんですけれども、負けてもね、私、まあ、いろんな英語を読みますけども、自己報告書っていうのは結構好きでたくさん読んでます。英語でね、自己報告書読むとこれが非常に面白いんですよね。なんで人間はこんなことをやっちゃうんだろうかということを分かると、その人間の性質とか、この現代の技術文明って持ってるものの欠陥とか、そういうことが非常によく分かって面白いんですね。で、まあそんなことは思ってまして、まあダムのこともいろいろ調べてみましたけどね。まあ合衆国で結構ダムの決壊事故多いんですけども、まあ調べられた方はすぐ分かると思うんですけども、大体ね、ダムの漏れるとこから穴が開いて大きなるっていうのと、それからあとはね、大体こう地下水路で漏れちゃうんですよね。で、そこで地下水路ができて崩れていくというパターンと、大体それでダム決壊事故の6割ぐらいはそれで締めちゃってるんですよね。まあそういうふうになってるそうです。で、あと最近ちょっとちょくちょくこう話題というか見てまして、あれと思う話題、まあ技術バタの感じなんですけどね。それはまた合衆国が月へ行くとか嘘か、本当に。月へ行くってのは要するに、有人飛行ですね。宇宙人じゃない。人間を月へ送り込む。今から50年前あったことをもう一回やりたいというようなことをプツプツ言うてますね。まあ、果たして本当に実現するのか、単に政治的にちょっとこう勢いづけるために言うてるだけなのか、いまいちその辺がよくわからないんですけれども、アメリカの合衆国の真意がね、よくわかる。なんで今更付き合いくんだという、ことでよくわかんないんですけど、ただね、私らの年代は、私、中学生の時やったんじゃないかな、高校になってたんかな、よくわかんない。思ってないんですけども、実況中継でちゃんと人間がね、初めて人間月へ降り立ったとこ実況中継で見ました。で、結構こう日本中興奮して、うわーって、まず日本中どころか世界中興奮したですね。もうもちろんアメリカも興奮の頂点におりましたし、そういう状況があったのは今も覚えております。ところがね、その時ね、たまたまちょっと東京に用事があって、私東京に寄ったんですけど、そしたら教会の人が、教会ってキリスト教ですよね、のビラを配ってるのがあって、で、まあそれにはまあ要するに、まあどういうことか言うと、要するに神の領域を犯すようなことをしちゃいかんというようなことが書いてあるビラをいただきました。その当時はまだ私10代でキリスト教徒ではなかったんですけどね。その後まあキリスト教徒になったんですけれども、特に、まあ、キリスト教で宇宙開発が悪い良いっていう、そういう理屈はないんですよね。だいたい聖書が出来上がった頃に宇宙開発なんてないから、そんなもんええも悪いも
ないんですよね。だからそれは現代の人がまあそういうふうに解釈して言うということなんですけども、ただね、あの当時の状況をちょっと簡単に説明すると、今の若い人にはもう全然わからないと思うんですけども、それはね、米ソが非常に激しいつばつり合いを演じてたんですよ。で、東西冷戦というのがその片一方に、非常に大きなベースとして存在してて、あの一時キューバ危機の時、キューバ危機の時は私小学生でしたけど、本当に戦争に核戦争が始まるんじゃないかというような部分があって、で、なんとかそれは回避できて、ほんで、しかしそれでも絶えずもう米ソが対立するということで、で、まあ宇宙開発競争っていうのもあったわけですよ、米ソの夜。で、ソ連の方が一歩リードしてましたのでね、アメリカとしてはもう維新にかけても絶対に何が負けられへんということで、月行ってみせんと言うて宣言して、まあそれで、日中行って、ね、ソ連の方は、まあ月へは、無人探査機を送るだけのことで終わったんですけれども、まあそれで勝負あったというようなことで、一応そこでもうアポロ計画ってのは終わったわけですね。で、50年間が経過して、その間月への関心も薄れちゃったということで、最近なんで今頃になってね月へ行くって言い出してどういうことだよ、もう行っていたとこですね。今更米ソ対立ももうないねんし、どういう理由であんなことを言い出すのか。その当時でね、かかった金額、現代に換算しますと、だいたい15兆円から20兆円、日本円に換算しましてね、現代の評価額で、それ20兆円前後のお金がかかってるんですよね。じゃあ今もう一回行くっていうのは、まあ20兆円までかかるかどうかわからないにしても、少なくとも10兆円以上かかりますよね。そんなことをしていくメリットがあるのか。で、また、連邦議会が予算権を持ってるわけですから、連邦議会でそんな予算が通るのかという問題がありますよね。そうすると、なんか NASA が3兆円ぐらいで、どうのこうのっていうのは、いくらなんでも3兆円で絶対に無理なんやけども、絶対に無理なんやけども、そんなこと言うてますよね。導入部分だけなんとか掴みたいということですね。導入部分を掴んだら、あとだんだん予算こう増やしていって引っ張って持っていこうという、まあそういう作戦なんでしょうけども、ただ、ね、なんで今頃月へ行かなきゃならんのかという、それがもうよくわからないですよね。で、一旦もう終わっちゃって50年も経ってますからね、これゼロからスタートしなきゃなりませんから、大変に金もかかるという以上に技術的に非常に困難だと私は思いますよ。あの当時ね、あんなことができたっていう最大の理由はね、やっぱり米ソ冷戦、米ソの対決っていうのがその背景にあったわけですよ。今そんな背景全然ないですからね。で、だからあの当時はもう合衆国一丸となって打って出る。だからもうみんなが非常に高い意志、意欲を持って、その巨大なシステムに取り組んでいますよね。でも今そんな雰囲気どこにもないし、合衆国こう割れてこんな状態になってしまってるところで、そんなことやったってこれうまく、まず予算が出ないし、仮に無理予算を取ったとしても何万人という人間を一つの目標に向けて集中させて、何百万個という機械が完璧に作動するような状態を作り出すというのは、これはもうよほどの政治的な何かカリスマ性のある人間が出てきて、みんなを引っ張っていくというそういうことをしない限り不可能ですわね。これ巨大技術っていうのはね、そんなに簡単にはいかないんですよ。人間の意思を集中させる、統一させるっていうことが一番重要なんですけど、それ簡単にはできないんですよね。いろんな作業員の人がいっぱい入っていくわけですよね。誰かがネジを反対向けて間違えてピュッとつけたら、もうそれでお打物ですしね。実際そういうことで事故っていうのはたくさん起こってるんですよ。例えば日本で有名なのはジャンボジェットが落ちましたよね。ジャンボジェットっていうのは就航以来落ちたのはたった1回だけで、日本で落ちた御巣鷹山に落ちたやつですよね。今から約20年前に落ちたんですよね。で、あれも原因何か言ったら、はっきり言ってアメリカ合衆国から来た作業員のミスなんですよね。実はね、あのミスってのは割とよく起こるミスなんです。作業員ってずっとこう一人が作業するんじゃなくて交代するんですよね。ここまでやったら次の作業員が入って交代するという、実はこの交代の時にミスが起きる可能性が非常に高いんですよ。で、あれも結局交代の時に失敗してるんですよね。バルクヘッドっていうのがあるんですけど、ね、油圧室のこう
蓋してあるんですよね。ごっつい蓋でかいマンホールの蓋を蓋あるんですけど、その蓋のボルトのネジを止めるところを交代した時に次のやつがうまく引き継ぎができてなかったために、結局うまくこう接合できてなかった、それで圧力が漏れてぶっ飛んで落ちてしまったんですね、飛行機一機。実はあれと同じような事故はね、私知る限りではね、ジェット機のエンジン脱落という事故も起こってるんです。これは合衆国で起こった事故ですけどね。で、これはね、これも作業員の交代によるミスなんです。何千時間に一回、エンジンっていうのは一回下ろして、点検し直さなあかんですね。そういうふうに、安全基準で決まってるんです。で、一回エンジンを下ろして、で、翼の下へつけますよね。で、そのつけるときに、こう、ボルトで何本か打っていくんですけども、そこでビビビーと作業員の交代ベルが鳴るでしょ。で、帰っちゃうでしょ。ほんなら、次のやつが来た時、もうこれは、この作業終わってると思うと、次の作業から入って、それでボルトの締め数が足りなかった、それでもエンジン脱落という事故をやってるんですよね。で、ここも作業員の交代で起こる事故なんです。で、まあ、私じゃないんですけど、私長くしてるのは、日立造船に長くおった方だったんで、私結構事故の関係を研究してたもんだから、日立造船で事故起こる場合の時刻を聞いたらね、やっぱり私の予想したら、だいたい午後4時頃事故ってのは起こりやすいんですよ。なぜ午後4時頃事故が起こるかっつったら、5時に終わるでしょう。だから終わる前になってくるとみんな焦って仕事する、あるいはもう手抜きをやる、早帰りたいから早片付ける。それだいたい午後4時頃事故が起こるんですよね。やっぱり交代の時に起こるんですね。で、そういうものを引き締めるっていうのは、やっぱり非常に人間の意思を集中させる必要があるんですよ。そういうことができるっていうのは、合衆国が50年前米ソ冷戦というそういうステージが出来上がってますからね、みんな必死になってやってる、我が国の名誉のためにと思って必死になってやる、もう飯もいらんというそういう状況でないと巨大システムってのはうまくいかない。どこかで金で釣っただけの人たちではやっぱりうまいこといかないんですよね、まあこれね、ちょっとこんな技術の話しましたけれども、これやっぱり英語にも全く言えることでね、やっぱりね、非常に大事なのは、我々が意識を集中してこういうことをやりたいんだということでやっていくっていう、それがやっぱりね、勉強の原動力っていうんですか、にならなきゃいけないんですよね。で、そうじゃなくて、割とね、ふわふわっとしたとこ行っちゃうでしょ。例えばよくある、英検1級4ヶ月で通りますとか、3ヶ月で英語はペラペラになりますとかいう、あれに釣られたらダメなんですよね。ああいうことは起こらないんですよ。この世界では、奇跡は起こらないんですね。だから、それをぐーっとやっていく、集中して意識を、自分の目的意識を持つ。それによって自分自身を律していくっていう、そこが一番大事なんですよね。だから、アポロ計画の時は米ソ冷戦っていうのがあって、合衆国の名誉のためにやらにゃいかんっていう、それがあったんですけどね。もう今そういうステージないですからね。で、我々は個人で作り出していくことですよね。そういうステージを作り出していって、で、自分をそっちの方向へ向けてずっとやっていくっていう、まあ、これが語学上達の秘訣なんですよ。だから、間違っても、これで一発合格でやすという、そもそも合格を目標にするってのがおかしいんですよね。基本的にそれはおかしいです。やはり自分の英語力を高めていく。そしたら、まあ、自然とそんなもんも合格するという、そういうことだと思って私は毎日勉強やっております。ということで皆さんも頑張っていきましょう。